内地雑居とは内地解放とも呼ばれ外国人居留地などの外国人に対する居住、旅行、外出の制限を撤廃して国内における自由な居住、旅行、営業を許可すること。明治時代の日本では条約改正と絡んで激しい論争となった。安静の5カ国条約では外国人は開港場、開始場に設置された 外国人居留地での居住及び従理司法の外出を除いては、江戸幕府の許可のない日本国内の移動は禁じられていた。これに対して、欧米各国は、鎖国期の長崎で島元大佐がないとして反発したものの上位運動の活動が盛んになっていた時期であったために、幕府の外国人の保護という主張も一定の説得力があったために認めざるを得なかった。 その代償として1863年7月3日に若年より坂井正によって横浜へのイギリスフランスの両軍の中平権が認められて1875年まで継続している。この方針は明治政府にも継承されたものの、いわゆるお雇い外国人などが公用などを理由に国内を自由に往来するようになると形外化されていった。 これに対して日本国内には外国人には違い法権、領事裁判権が認められている以上日本人と外国人の隔離はトラブル防止の観点から徹底すべきであるという意見もあった。明治政府は条約改正を急いでいたが条約改正によって相互に再警告を認めることになれば外国人に対して居住、旅行、外出の制限を解除する必要があると 考えられていた。だが、改正交渉の不信や、外国人判事起用問題、王家政策に対する批判から、国粋主義的な国権派による対外交が台頭し、内地雑居を認めれば外国資本による侵略が進み、日本の伝統的な文化や生活が破壊されるという立場から反対運動が盛んになった。1892年には、 内地雑居交給会が結成され、翌年に同会を中心に結成された大日本協会とともに内地雑居反対あるいは最低でも関税自主権の回復を含めた全面的条約、改正後にすべきであると唱えて、帝国議会でも激しい論議が行われた。また、外国人の間でも親とい外国人や選挙主は、領事裁判権の放棄を容認しても、 内地雑居を獲得すべきであると唱え、商人たちは日本は未だ非文明国であるのだから領事裁判権を維持するのは当然であり、外圧によって内地雑居を日本側に認めさせるべきとの強行論も出た。これに対して政府は家屋の所有権は認めるが土地については賃貸権に限定するという案を提示して彼らをなだめようとした。だが、百九十四年に むつむねみつの尽力によって、領事裁判権と違い法権の撤廃と引き換えに内地雑居を認める日英通商公開条約が締結されると、各方面に不満を残しながらも直後に発生した日清戦争へと対外交の関心も集中することになり、大きな反対のないまま、1899年の同条約発行とともに、 外国人居留地の廃止と内地雑居の実施が行われた。ありがとうございます。